はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アナロザセガです。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回は、新マップクレイト最後のジェダイのマップですね。まあここをプレイしながら最後のジェダイを見てきたよという感想を、言いながら、ゲームをプレイしたいなと思います。今回かなりネタバレを含んでいるので、まだ見てないし、そのネタバレも踏みたくないという方はちょっと別の動画を見ていただけると幸いでございます。最後のジェダイ、かなり賛否両論あるみたいですけれども、皆さんはご覧になりましたでしょうか。そしてどちらだったでしょうか。ちなみに私は、火の方でしたね。あまりハマらなかったな今回。早くちょっと撃ちたいな。まあ、なんでハマらなかったかっていうと、その私強いキャラが好きなんですよ。強い敵ボスとか味方でもいいんだけど、とにかく強いキャラが好きなんですよ。今回って強いキャラがいないんですよね、全然。まあカイロレンがね、全然撃ちたくないな。ちょっと待って、どっかで撃ちたいな。おっと、あべ、ちょっと先撃つね。ちょっと待ってね、撃ってからちょっとしゃべるね。よし、そう、ファーストオーダーのね、ファーストオーダーって帝国ってか敵ね、ファーストオーダーのスノークっていう最高司令官、フォースの覚醒でチラッと出たでしょ。カイロレンを、カイロレンの死をしてる人、まあ親玉だよね、悪の親玉がものすごいフォースの使い手でかなり強いという感じが出てたんですよ。それが今回そのフォース最後のジェダイでついに登場して戦うわけなんだけれども、弱いの、超強いのかなと思ったら、まあ弱いの、びっくりするぐらい、もう腰抜かしちゃった、弱すぎて腰抜かしちゃうぐらい弱い。共に戦うぞ。ほんとね、かませ犬感がすごかった。私はね、すごい期待してたんですよ、スノークさんには。私はね、あなたには期待してたんですよ。もうひょっとしたらエピソード3の時のヨーダ対ね皇帝、あの評議会で、あの白熱バトルですよ、あれをねやってくれんのかなと思ったんですよ。今度はそのスノーク対ルークで、そんな感じの激アツ最強フォース使いの戦いを見れるのかなと思ったら、あっさりカイロレンにやられちゃう。もう冗談かなと思ったよ。そんなこと言ってちょっと死んでないんじゃないのと思ったけど、がっつり死んで、笑っちゃったね、あの死にっぷり。真っ二つになっちゃってんだから、がっかりした。そこで大きな、もうまずテンションガン下がりですよ。でもまだ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 魅力的なキャラがいると。キャプテンファズマですよね、私の大好きなキャプテンファズマ。かっこいいじゃないですか、シルバーの鎧で。どんな活躍してくれるのかなと。あっさり死んでやん、笑っちゃった。フィンにあっさり殺されてやん、宇宙の底に落っこってやん、わーでしたよ。本当にもう目を疑ったな。でキャプテンファズマも、死んじゃって、だからもうファーストオーダーで一番強いのはもうカイロレンになっちゃうんですよ。カイロレンもまだ強いと言ってもまだまだだからね、こっからだから。ただほんとね、まだ完璧に強くなってないうちに最高指導者になっちゃったから、もうワクワクがないんですよね。もう打つね、頑張れ頑張れ頑張れ、これね、いよいよ周り見とく、ナイス、よく、オッケー、危ねえ。 ATM6 はメインの防御を失っている。なんとか君を守った。よし、さあ帰ろう。まずい、 ATM6
が基地に近づいている。痛い痛い。さ、じゃあ、まあ、チューバッカーは使っていこうかな。大好きだから。そう、だからね、ほんと拍子抜けというか、まあ、まあそのエピソード3みたいになっちゃったら、ほんとにただの焼き増しになっちゃうから、それを避けるべく、避けるようとして、多分スノーク殺したんだろうけどさ。だとしても、ちょっと、ねえ、その後どうすんだろうって思いましたよね。ちょっと一旦下がろう。あ、でも前にあんのか。よし。さあ。じゃあここのディスラプターを守るか。ほい、よいしょ。OK。あれ？あ、死んでいる。そう、だから、ルークもね、その最後さ、ちょうどここだよね、クレイトでの戦い、どんなね力を見せてくれるのかと思ってたんですよ。最強のジェダイ、その力すごいけどって思いましたね。すごいけどっていう。よし、 OK。 あー、撤退せよ、急げ。よいしょ、 OKOKOK、 危ねえ。さあ帰ろう、お家へ帰ろう。危ない危ない危ない。さあディスラプターをここで守るか。そうなんだよね。で、今回問題となってるあのローズっていうね、新しい女の子が出てくるんですよ。整備士のね、アジア系の女の子なんだけど、この子がね、正直邪魔でしかなってない気がするんですよね。よいしょ、ほい、よいしょ。やべ、奥のセントリーがまずいな。こういうの打ってるとさ、 HP 下がってることに、ダメージ食らってることにあんま気づかないんだよね。ほんと気をつけないと。ほい、よし。まあお気持ち程度に打っておりましたよ。だからもう本当に新しいスター・ウォーズを始めるっていうことなんだよね。そのもう今までのねえ、本当負の遺産みたいな感じでずっとそのジェダイやどうのとかそういうのをもうなくそうっていう、本当に思い切ったよね監督。まあ、それが本当に私はちょっとうーんって感じでしたけど、まあ、王道を見たかったからな本当に。スノーク対ルークを見たかったから私は。そんでスノークが結局何なのかもわからないままに死んじゃったし、そこがね、なんかそのカイロレンをどうやって悪の暗黒面に落としたのかとか、なんかもうちょい知りたかったなと思いましたね。なんか分からずじまいで結構終わっちゃったなと思いました。おっと、どっちどっち、こっちから帰れるかな。 OK。 それでね、ここのね、ここのシーンもね、やばい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 、頑張れ中ばっか、死ぬな。ここさ、マジで無理じゃない、生きて帰る。で、まあ一番の問題、まあこういうキャラうんぬんは置いといて、一番の問題はやっぱりレイヤー宇宙を泳ぐですよね。そう、やっぱレイヤーもまあルークの妹だし、フォースのね、強大なフォースを持つものだけど、あれありなのって思ってるんですよ。帝国ごと奴らも滅ぶだろう。レイヤーがまあ宇宙に投げ出されるシーンがあるんですよね。その戦艦が攻撃されて、その壁が破壊されちゃって、レイヤがもう宇宙に放り出されてしまうんですよ。もう死んじゃったと思った、誰しもが思った。しかしレイヤはなんかね、フォースの力でその
体を守り、そのまま船に戻ってくるんですよ。スイーッとなんかフィギュアスケーターみたいな感じ、スーッと戻ってくるんですよ。そのシーンがものすごい冷める。そんなありっていう。ありなのかもしれないけど、やらないでほしかったよねっていう感じですよね。まあ、最後のルーク戦、ルークと、この大量の ATM6。あそこはテンション上がりましたね。ルークが一人で立ち向かっていく、あの感じ。これこそ俺が見たかった、胸熱展開だよと思ったんですけどね。まさかの実体がなかった。そこもまたあれですね。いや、そんなありかい。いや、できんだろうけど。すごい、すごいからこそできんだろうけど。そういうのをちょっと嫌だったなっていう感じでしたね。もっとなんか、ほんとさ、超強大なフォースで ATM6 を次々となおぎ倒していくとか、そういう感じを見たかったな。まあでも結構もう年だし、できないってのはわかるけど、ねえ、そういう感じを見たかったな。まあ、ただの剣士だからね、その魔法使いじゃないから、ジェダイは。将軍の言葉を思い出すんだ。ああ、仲間か。ほんとな。痛い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 。もうそんなこと言ってたらお怒りですよ。さあ行くぞ。だから皆さんはどう思ったんだろう、レイヤー宇宙遊泳のシーンは。そしてスノークも結局なんだかわからないまま終わっちゃったし、まあレイもそこまで結局あの羊は出たけどね、その本当にあの強大なフォースの息子、あ、娘とかじゃなく、本当にただの女の子っていう、親父、両親はクズで、そんな人でもフォースを使えるようになるっていう、そういう希望とかはあるんだろうけどさ、ただ本当にただの女の子っていうのが分かったっていうだけで、ルークからの修行も特にしてないからね。なんか前昔の三部作はその修行して強くなった感出たけど、今回本当レイはもう天才でしたっていう感じだからさ、修行しなくても強かったですっていう感じだから、あんまりなんか感情移入ができないというか。まあ、カイロレンはまあまあまだそのルークのね弟子だったっていうのもあるからわかるんだけどさ、で、あのシーンもそのルークが寝込みを襲おうとしたシーン、ルークに呼ばいシーンって、あそこもさ、カイロレンとなんか戦ってもよかったんじゃないかなと、戦うシーンを描いてもあのワンシーンだけだったから、それでちょっとね、戦うなんかワクワクが増えたんじゃないかなと思うんだよね。今回逃げてばっかりであんま戦ってなかったからさ、戦うシーンがめちゃめちゃ少ないと思うよ。だからあのシーンでも戦える風にできたんじゃないかなと思ったんですけどね。攻撃のチャンスだ。おい、ああボスクはあれじゃねえ、ブラスター持ってないのか。おい、オッケー、おい、オッケー、おわ、ここ俺しかいない、おい、オッケー、そこも、オッケー、やめて、燃やさないで。さあ、ウキの戦士でいきましょう。ウキの戦士はね、敵を倒すごとに HP が回復するんで、正直中ばっかより強いのではないかと思っています。まあ、長生きする面で、さ、しかも自分の HP をアップすることもできるからね。まあだから今回スモーク死んじゃったし、キャプテンファズマもなんだかんだで一瞬で死んじゃったし、だからね、どうすんだろう、エピソード3。おっと、あーでもあんまり食らってないね。おい、まずいな。あ、終わった。さあ戻りましょう。
まあエピソード9はまた JJ エブラムスが監督するらしいから、どうするんだろう今回の思い切ったカジキリを。まあなんだかんだ楽しみではあるな、どういった結末を迎えるのか。確かもうエピソード10、11、12も決まってんじゃなかったっけな。で、ハンソロの若き日の話もでしょ。上にいるんだな。ちょっと待って、上はどうやって行った。あれ、あべ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 、死んじゃう、死んでまう。よし、一旦回復するまでここで待って。援護が来た、配置についたぞ。さあ、顔出した瞬間に撃ち抜く。おい、ケイ。さあ、回復して逃がさね。あー、タレット置いたのか。ここは私が守ろう。さあ来い、サーマルインプローダー投げたいな。ほい、間に合うか。よし、間に合え。オッケー、間に合った。うん、死ぬとこだった。さあ HP 全回復、ジャパニーフローダー、はい。おお、びっくりしたね。強化扉が閉じるまで残り半分。さあ下からまた来るかな。はい、ドン。へい。すごい、今の瞬間的にさ、グレネード投げられるの本当うまい。うまいと思うよ、私の相手でも。かっこつけました、すいません。奥にいるな。あとあそこ、よいしょ、オッケー。下から来るな。あ、ダースベイダーか。サーモリンプローターだぞそれ。オッケー、よし。あれ、オッケー。やべ、一旦回復したい、一旦回復したいぞ。さあ、オッケーオッケーオッケー。さあ HP 戻して、こっちからは来ないね。ここにいんのか、ボバフェットな。上にいんのか。よし、逃がさん、逃がしました、すいません、逃がしました。お、びっくりした、ごめん。お、やってくれたね、ボバフェット、ナイス。いやー、どうなるんだろうな今後。ほんとねー、僕あの敵キャラ好きなんですよ。敵の、まあ、トルーパーで、トルーパーであれ、ヒーローであれ、皇帝も好きだしね。今回スノークすごい小物だって言われてたけど、なんかよくわかんないし言われてたけど、俺結構好きだったんだけどな、あの謎めいた感じ。やべ、ファズマだ、私が使いたいファズマ。さあサーマルインプローダー投げて、おい、運気なめんな。オッケー、よーし、やっぱ強いでしょ中バッカー。 HP ずーっと回復するから、倒せば倒すほど。ロケットトルーパー、ロケット兵でもね、こういうアビリティついてる人いるんだけど。さあというわけで今回は、最後のジェダイ感想会でした。面白かった人もいるだろうし、まあ、いろんな意見もあるでしょうが、まだ見に行ってない人はぜひとも見に行ってほしいですね。ということで今回はここまででございます。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。